フランスと新たに参戦したスペインが合同艦隊を形成してイギリス侵攻を狙ったものである。大陸海軍も陽動作戦で参加した。フランススペイン連合軍の当初の作戦はワイト島を占領し、続いてイギリス本土のポーツマス海軍基地を落とせば戦後まで保持しておく考えだった。 イギリス海峡では結局戦闘に至らず、連合軍の侵略は実現しなかった。イギリスに与えた脅威によって1588年の無敵艦隊になぞらえることもある。1778年、イギリス海軍はウェサン島の海戦でフランス艦隊に対して勝利をつかむことができなかったので、フランス海軍指導部はさらに艦隊が大きければ勝つことができると、 考えるようになった。1778年2月にアメリカとふつまい、同盟条約を結んでいたフランスは、1779年4月12日、スペインと秘密の条約を結び、イギリスとの戦いに引き込んだ。スペインは、アメリカ大陸における植民地に与える影響を恐れて、イギリスに対して、半径を翻したアメリカを公然と支援してはいなかったが、 イギリスの支配地に対する直接の作戦ならば参加する意思があった。スペインはイギリスに取られた様々な領土を取り返そうとしていた。特にジブラルタル要塞は焦点であり、地中海への入り口であるそこを保持しておれば一体の覇権を確保できるはずだった。1779年6月3日、ブレスト港のフランス艦隊が突然出港して南に向かい、 6月16日にはスペインがイギリスに対して戦線復刻した。ジェフリー・アマースとイギリス陸上部隊の指揮官、本土侵略に備えたウェサン島の海戦を指揮していたドルビリエール伯爵がフランス艦隊の指揮官であり、その作戦は30艦の戦列艦と多くの小型艦艇を率いてスペイン北西部アコルーニャ近くのシサルガ諸島でスペイン艦隊と打ち合うことだった。 フランス艦隊がそこに到着した時、スペイン艦隊はまだ来ていなかった。スペインは後に風向きが悪かったと主張していた。ドルビリエールはスペイン艦隊を待たなければならなかった。ブレストを出港した艦船はイギリスによる封鎖の可能性を避けるために意図的に十分に物資を積まずに出てきていた。数週間続いた待機期間に重大な問題が発生した。 また、スペインで物資を補給する手配も行われなかった。解決病で乗組員が弱り、上官している人員が多かった中で、暑い季節だったので、チフスや天然痘が発生した。ドン・ルイス・デ・コルドバが指揮するスペイン艦隊は36艦の戦列艦を要し、やっと7月22日に到着したフランス北部のルアーブルとサンマロ周辺にはゆるりと4万名を超える。 陸兵が集められ、また400隻の輸送船もあった。合同艦隊の目標は、イギリス艦隊を動けなくしている間に、陸軍が安全にイギリス海峡を渡り、ワイト島あるいは近くの本土海岸で基地を作り上げてしまうことだった。イギリス艦隊は当時イギリス海峡に40艦、足らずの戦列艦を配置し、その指揮官は20年間デスクワークを続けていた64歳の、 チャールズ・ハーディがついたばかりだった。7月25日、フランス・スペイン合同艦隊は北に進発し、イギリス艦隊の補足を目指したが、逆風のために、その進行は鈍かった。時間の経過とと,ともに、フランス艦隊で蔓延していた病気が、スペイン艦隊でも広がったのが明らかになってきた。ドルビリエ伯爵の一人息子で艦隊の海軍隊員も犠牲になった。 また、西インド諸島からのイギリス商船隊二つを捉える機会を見過ごしていた。それらは7月31日にプリマスに到着した。合同艦隊は8月11日にはンジマを過ぎ、イギリス海峡に入った。その3日後、アメリカ国旗を掲げた船隊がフランスのローリアン港を出港した。この船隊は、陽動部隊として北のアイルランドに向かった。 この船隊の指揮を取っていたのはイギリスで恐れられるようになっていた大陸海軍のジョンポール・ジョーンズ船長だった。ドルビリエールはイギリス艦隊がイギリス海峡にいないことを知らなかった。ハーィ提督はフランス艦隊が6月に大西洋に出て行ったことを知るとシリー諸島沖でパトロールを続けていた。8月14日、 イギリス海岸から視認できる海域に大艦隊が出現したことで、継承の波が素早くイギリスの国中に伝えられた。しかしその継承は、ハーディのパトロールに加わるために8月15日に、プリマス港を出港したイギリス海軍の HMS、アーデントには伝わらなかった。8月16日、この時海峡を東に、ゆるり航行していたフランスとスペインの艦船には、 フランスから開港の命令が届いた。陸兵の上陸のための最善の場所をコーンウォールのファルマス近くにすると決められたからだった。ドルビリエはこれが大変悪い着想だと考え、フランス政府に再考を促す返信を送った。その翌日アーデントが合同艦隊の外角を成すフランス戦隊に出くわしたが、それがイギリス艦隊だと思い込まされ、 すぐさま捕獲された。合同艦隊は、プリマス沖で停戦し、ドルビリエールの伝言に対する返事を待った。8月18日、東から強風が吹き、艦隊は遥かにし、大西洋の方に流された。このことは、良い結果も生んだ。再度東方に向かっていた8月25日に、やっと、ハーディ艦隊の所在がつかめた。合同艦隊は、次第に、病気や、 食料を不足と戦うのが難しくなっていたので、素早くイギリス艦隊の動きを封じる距に出ることにした。回線を強いるつもりで、シリー諸島の方向に舵を切ったが、ハーディは戦闘を避けることに決めた。8月31日、その艦隊は霧に隠れて、ランズエンド岬を過ぎ、その敵となる可能性のあった艦隊をできるだけ、 イギリスの重要な海軍基地ポーツマスに向かわせるよう誘導した。9月3日、イギリス艦隊は全く損傷のないまま、防御の厚いソレント海峡に到着し、戦闘の準備に取り掛かった。病気のために日々戦闘員が減っていた合同艦隊にとって、これは大きな問題だった。フランスの作戦参謀は、これ以上上陸を延期すれば、イギリスでの戦いが、 秋や冬に入ることも認識した。その日、合同艦隊はその作戦を中断し、ブレストへ戻るとについた。この侵略の試みはイギリスにとって脅威となり、特にジョンポール・ジョーンズの船隊が東海岸に到着してからすぐに各地の港への脅威を与えていた。海岸部の防御に大慌ての改良が加えられ、ドーバーのウェスタンハイツに最初の土木工事が行われた。 ただし、その主要部分の増作はそれから間もないナポレオンによる侵略作戦に対応するものだった。また、ポーツマス港のジルキッカートリでも建設された。スペインにとって、この遠征は時間の過大な浪費以外の何者にもならなかった。ジブラルタルに全力で当たるのを妨げられた。ジブラルタル要塞は初期攻撃から1週間後には防御を強化され、 終戦まで持ちこたえることになった。フランスにとっては、この遠征が大惨事だった。多くの艦船を会場に出し、数多い陸兵を何ヶ月も乗船口で待たせていたので、その費用は莫大なものとなり、多くの優秀な水兵が病気で死んだ。ドルビリエールは、フランスに戻ってから間もなくその職を辞した。フランスとスペインの艦隊は合同での作戦を、 続けたが、イギリス海軍に直接当たるよりも、孤立したイギリス守備隊に対する上陸部隊の護衛という使い道が多かった。例外といえば、ジブラルタル包囲戦に参加して失敗したことと、1781年8月に海峡艦隊を追跡して成果を上げられなかったことだった。これは侵略計画との結びつきはなかった。 フランス海軍は七年戦争の後で大きく改良されており、このアメリカ独立戦争ではスペインとは別に動いて多くの戦果を挙げた。ありがとうございます。